続いてのチームは少女応連歌です。どうぞよろしくお願いいたします。会場の皆様、こんにちは。こんにちは。横手市十文字町より初参加の少女応連歌と申します。結成6年目となります。今日この場で演舞できること、メンバー一同とても楽しみに練習してまいりました。八重戸瀬秋田祭りを開催するにあたって、たくさんの皆様が会場の準備や段取りをしていただけたからこそ、私たちは踊ることができます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。本日の演舞曲共鳴は、よさこいを愛する気持ちが共鳴する様子を表しています。曲中には十文字に伝わる少女様の言い伝えを盛り込んでいる歌詞があります。演舞とともにそちらもお楽しみいただけたらと思います。会場にお越しいただいたお客様、人数は少ないチームですが、お客様に子どもたちの元気が届くよう一生懸命演舞いたします。どうぞ応援よろしくお願いします。お願いします。共鳴構え、さあ、
ありがとうございました。少女応連歌の皆さんでした。